にちは。こんにちは。好きな殺し屋映画は、サムライ高木です。渋い古い映画だ。こんにちは。好きな殺し屋映画はザ・コンサルタント。おお。伊丹です。新しいのと。クラシック新旧ね。サムライはね。アランドローンがかっこいいですからね。ジャンピエール・メルビルって監督がすごい好きなんですけど、はいはいはい、フィルムノワール好きなんで僕は。なるほどね。そっかそっか。かっこいいですけど。あれはかっこいいですよ。今日はね、殺し屋関係の話です。もう入りがね、もう殺し屋の話なんでね。ちょっとね、個人的にシリーズ化させたい企画をちょっと思いついたので、はいはい、ちょっと第一弾やらせていただきたいと思います。題して、裏社会セブンルール。ほう。セブンルールっていう番組がありまして、うんはいはい、これはなんかこう、あんまちゃんと見たことないんですけど、世の中で頑張ってる女性に、うん、あなたのルール7つ教えてくださいみたいな、うん、そんな番組があるんだ。なんかおじいちゃんに電話を毎週するとか。あなるほど、ね、結構なんかそういうやつ、うん、アットホームな。そう、5個目ぐらいからもう適当になってる、うん、それ本当かみたいなやつがあるんだけどなるほどね。まあ、その番組のちょっとパッケージをもじりまして、はいはい、映画に出てくるちょっと裏社会な人の、はい、ちょっとこういうルールじゃないかっていうストーリーを見ながら、ちょっと勝手にこっちで7つルールをちょっと抜粋してね、そのキャラクターからちょっと映画について語ろうかなっていうので、ちょっとシリーズ化させていきたいと思うんですけど、記念すべき第1弾、第1弾何でしょう。ロバート・マッコールさんです。待ってました。いや、イコライザーね、語りたかったんですよ、いずれ。そうね、どっかのタイミングでね。イコライザー、イコライザー2も出てますけど、ロバート・マッコールさん、まず肩書きね、はい、ホームセンター店員はい、あとリフトってね、ウーバーの運転手さんやってる方なんですけど、はい、その彼のセブンルールっていうのをちょっと語っていきたいと思います。紐解いていきましょうよ、はい。まあ、前提、ロバート・マッコールさんね、はいはい、これ、まあ、まず最初に言っといた方がいいのかな、うん、このイコライザーとイコライザー2に出てくる、まあ、架空のキャラクターですけど、はい、うん、めちゃくちゃかっこいい、うん、大好き。アントワン・フーコア先生。アントワン・フーコア先生、これ面白かったね。もうね、1も2も両方とも面白かった、うん。このシリーズは結構いろいろあるけどさ、うん、まあ俺結構一番そのね、なんかなんていうの、普通の市民みたいな人がめっちゃ強かったみたいなね、うん、ありますね。実は強かったみたいな、ね、ジョン・ウィックとかもまあその系譜っちゃ系譜ですもんね、うん、あとはリアム・ニーソン、リアム・ニーソン映画とか、ね、ああ確かにそうそうとか、あとあの今やってんじゃん映画、あーミスター・ノーバディ、あーミスター・ノーバディとかね、そういうシリーズ系譜としてあるんですけど、はい、まあこの映画が一番良かったかな、うん、確かに。のでちょっとロバート・マッコールさん好きなキャラなのでちょっと紹介していきたいと思います。いきましょうよ、はい、でこれ1から7までルール説明するんで、はい、まあ普通の一人の人としてちょっと聞いていただきたいんですけど、うん、なるほどね、はい、はい、では1個目いきましょう、はい、ロバート・マッコールさんのセブンルール、ルール1、ルール1、家に帰ったら必ず手を洗う。まあこのご時世ね、必ず手洗う、この時世、うん、絶対手洗う。なるほどね。でこう手洗って、でシンクをねこう洗って、でこうちょっと縁に水とかつくじゃん、うん、それを布巾でこう拭いて、めちゃくちゃ貴重面、縁を揃えてパッと置くんだよね、はい、めっちゃ貴重面っていう、まあ、なんかそう囚われてるようなね。そう、ロバート・マッコールさんはね家事が大好きなの、お料理シーンとか出てくるんですよ。確かに出てきますね。そう、殺し屋映画なんだけど、うん、殺し屋映画っていうかね、まあアクション映画なんだけど、はい、結構その家事をね、うん、よくなされる家庭的な人物ってロバート・マッコールさんは、ね、ライフハック映画なんで。ホームセンターとかでもね、そう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 、みんなで真似しようっていう映画ですから。絶対大事ですからね、これルール1、はい、今大事よ、家に買ったら本当に大事、手洗いましょう皆さん。そう、はい、そうなんです。じゃあほのぼの行きましたけど、ルール2行きましょうか、はい、ルール2、その2、何でしょう。指を折るとき左右どちらかを選ばせてあげる。ここでマッコールさんのね、優しさが垣間見えちゃった。優しい、ね、これロボ、イコライザー2ですかね、はいはいはい、この、運転手やってて、はいはいはい、でその女性がね一人乗ってくるんです、男に抱えられて、うん、で家まで送ってくれって、うん、チップ渡すから家まで送ってくれ、はいはい、でもその女性が明らかに暴行されてる、うん、なるほど。でその依頼主のね部屋に行くと、うん、まあ、ホテルの一室みたいなところに行くとね、あーらしいね、そう、はい、なんかみんな飲んだりね、はい、カースとかのシーンだ、そうそうそう、はいはい、でまあおじさん舐めんなよみたいなね、はい、よくある、そうそうそう、はいはいはい、そうそう、でまあボコボコにして、はい、で最後そのまあ父親が金持ちなんかな、うん、そのやっちゃったその張本人みたいなやつのとこ行ってね、うん、お前利き腕どっちだっつって、右ですって、左手出せっつって、運転手の評価は5なバキッとでもでもね、ここだけで済むから、
いやまあ確かに、ね、優しいよ。コマッコルさんの優しさが垣間見えた、うん、いいシーンでしたね、うん、これは。これはいいね。でそのこれやった後も家帰ったら手洗うから。大事。チンコこうやって拭いて。うん、血とかついてる。あそうだそうだ。そう大事よ。全部セットだから何かしたら手洗う。なるほどね。大事よ。で2個目は左右どちらか、うん、折る指を選ぶ、うん、なるほどね。そうこれルールナンバー2、ナンバー3。まだ優しさしか出ないからね、うん、ルール3。いい人、敵は必ず19秒。なるほど、ここで殺す出ちゃった。でまあこの映画、まあそのイコライザーのまあね、うん、キャラクターのまあ一番結構、うんうんうん、メインな設定というか、うん、なんかね CM とかでもすごいここを打ってますもんね。そう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 、この時計ちょっと買いたくなったんだけど、確かこれかっこいいですよね。殺す前にピーってやんだよね、でこれねよく見ると結構ね家事やってる時も時間かかってる。あそうなんだ。だからまあなんで19秒か分かんないけど、うん、まあ自己ベストなのかな分かんないけどそうなんか何人用が19秒なんだよね、うん、なるほどね。そうよく分かんないんだけど、そう、まあ、凄腕の殺し屋っていうのがこれで分かりますよね。この時計ねそんな高くなかった。あそうなんだ、うん、数万ぐらいで買えた。ちょっとこれをつけてね皆さんちょっと真っ向さんに乗り切って、そう19秒で敵を殺すね練習をしてで帰ったら手洗ってこうやって時計外すからね画面こう拭いてで拭いたら布もちょきれいになるしてもう次行きましょう次行きましょうルール3ね。ルール3でルール4、ルール4、ロバート・マッコーさんルール4、何でしょう。殺す時は職場の商品を使う。これなんか職場思いだね。これすごいアピールになるから地産地消的なこれ1に出てくるんですよ、ね、職場のね、うん、ハンマー持っていくし、ね、ちゃんと戻すからね。そう店員さんが強盗に落とされてね、はいはい、金出せっていう。でも金ならいい、ね、で指輪も出せ、うん、でこれはなんかこう亡くなった夫なんかな、なんかすごいね、なんかね畳みたいなね、そう大事なものなんです、であれよこせっつって、まあまあまあ私ねよって真っ向さん言うんだけど、でその後あの車で逃げるとこの、あの車のねナンバーをこうやってクイッて気をしてでその後データベースで車調べて居場所突き止めて、怖いよ。でそこのねやっつけるシーンは描かない。そう、そうボコボコにした後指輪をそのキャッシャーに入れて、そうそうそう、おばさんがおー帰ってきたって言った後、マッコールさんが血でこうやっててこう落としてて、そういやそれ人としてどう買えよ自分ってか家にあるだろう、絶対ある。そうあるよね。いやこれでも面白いシーンですよね。そういや絶対買う、一番目に戻すからさ、うん、絶対お客さん買っちゃうこれ殺して自分は手洗うくせに人の道具はなんか使い古してるちょっとずるいところもある、まあ、そういう人間臭いところも、まあ、人間臭いのか分かんないけど、ちょっと真っ黒さんもネジが外れてると思う、ネジがちょっと整ってね、うん、まあそういうやつにはもうそういう手使いますよみたいな、ね、お金をかけずに殺すっていう、なんか結構ミニマリストなのかもしれないね。でもねこのワンイコールザワンのねこの上がるシーンはこのハンマーもそうなんだけど、最終決戦もね、まあ確かに職場の道具でホームセンターでねバカバカ殺さすこういうまあ、ね、そうそうアクション映画スマッシュヒットするのってさ、大体、はい、どこで戦うか、はいはい、何使って戦うかっていう、うん、なんか発明みたいなのが起きるじゃん、だから結構イコライザーは、うん、ホームセンターっていう設定がすごく生きてる。面白かったがルール4です。ルール4職場の道具を使う、はい、ルール5いきましょう。ルール5、はい、深夜になると近所のダイナーで本を読む。読みてーこれはルールっぽい ね、これルールっぽい、老人と海を読んでるんですよね、うん、そうこれはワンなんだけど、そう本にもね本そんな詳しくないけど、その本にも結構意味があってね、なんかメタファーになってるでしょうね。そう2でもさあの黒人のさ、はいはいはい、ちょっと悪人の道に踏み外しそうなやつにも本をあげるけど、はいはい、その本がストーリーの伏線になってたりっていうのがあるんだよね。でまあ深夜のダイナーで読書するっていう、まあ不眠症なんだよね確か。確かそうですよね。そうそうそう。でまあそのダイナーでクロエちゃんを演じるねちょっと娼婦とそう出会うっていう、でそこがちょっと物語の導入になるんですけど、うん、まあ深夜のダイナーで読書するっていう、あの僕やりたいのがなんかダイナーとかそういう喫茶、まあ行きつけの日本だったら喫茶店とかでもですけど、マスターいつものみたいな。ああいいね。なんかまあマッコールさんもなんかピュッて出されるじゃないですか、うんうん、それ憧れるんですよね。そうね、ここでも貴重面出るんですよ。あのね、あ紙ナプキンにね、はいはいはい、フォークをねこう並べたりしてね、で本も吸ってこうありましたね。やっぱ映画じゃあ家で飲めよって話なんだけど寝れないからやっぱ行くんすよ、うん、街に繰り出しちゃうんですよ、ね、やっぱり。でも日本ってね特にコロナ禍で時短だからあれだけど、うん、なんかこう夜中に入ってる喫茶店とかさ結構貴重だよね。確かにすぐ閉まるもん ね9時10時ぐらいに、うん、っていうのがルール5っていう。ルール5マッコールさんは几帳面で本が好き、本が好きで、うん、
ルール6。はい、何でしょう。敵は資金面から壊滅させる。大事よこれは。これは大事。大事、うん、ね、トカゲの尻尾を切ったわけじゃねえ、ま、そう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 、からね、またそっからね再生しちゃいます。組織ごと破壊するっていう、ね、これ大事、ね、でもね思うのはそうだけど、うん、できるのがすごい。確かに、まあ、これもワン、ワン、ワンはね、敵、はいはいはい、あの売春婦の元締めがロシアンマフィアなんですけど、はいはいはい、まずタンカーをね、うん、爆破する。大爆発、そうそうそう相当な損失。あれすごいっすよ。だから殺す前にまずはお前らの資金源どんどん買っていくからね。なるほどね。いや態度をなくすみたいなね。そうそうそう、うん、結構ギリだったけどねこのシーンも、うん、あの火がもう近くまで来ててでもゆっくりゆっくりかよこのシーンの前でしたっけ、あのなんかあの食肉工場、工場みたいなところで、あのなんかボスみたいな、ちょっと中ボスみたいなやつが、うんうん、お前誰だみたいなやって、うん、あ、そうそうそう、銃そう、ほんじゃあれがマジでかっこよかった。かっこいいね、確かに。いや確かに、そうね、あのシーンもすごい好きなんだけど、あのオフ職警官、はいはい、あのストレンジャーシングルのさ、ホッパー、ね、あれもいい役だけどさ、いいよね、あの俳優さんいいよね。あの俳優さんいいっす。なんかさ、悪いんだけど、うん、ただギリギリちょっとまだ全額持ってるみたいな、まだ引き返せるかなぐらいのね。そうそう、なんか結構そういうさ、はい、あの警察もの、ポリスアクションってそういう役どころ出てくるじゃん、はいはいはい、限りなく黒に近くて、でもあの主人公で最後ちょっといいことして、だいたい死んじゃうんだけどさ、確かにそう、彼と協力して、うん、で最後そのはいもうこの解散ですっておばちゃんから誰か、ね、麻薬のね、だなりしてる、そうそうパッキングしてるおばちゃんたちに、うん、はいお疲れさんって多分1万ドルぐらいこうさっそばこう我々の金渡す、持って帰ってねーっつって、そうそうありがとうっつって俺もう一周並びたいもんね。確かにバレないっすよ絶対そうそうそう、あれいいシーンだったなっていう、資金面も立つ、はい、あの資金面を立つっていう、ね、はい、がルール6、戦略家だ、これ大事だからね、うん、これだって殺してもね、この金じゃあどうすんの、確かに警察に渡すの、うん、マフィアが、別のマフィアがっていうのもあるから、うん、がロバート・マッコールさんのルール6です。最後ルール7、最後ルール7気になるな、これ気になる、はい、なんでしょうね。これでもめっちゃ優しいよ。殺す相手の家族がしっかり挨拶する優しいのかなこれ。優しいよ。まあマッコールさんの人柄ですよね。そうそう、これはちゃんと挨拶大事だから、うそう、これ2なんだけど、ペドロ・パスカル、ペドロ・パスカルが、まあ、まあ殺すと、お前殺すからなって面と向かって言うんだよ、はい、でその時にそのペドロ・パスカルの家にが、はい、いやーっつって朝ごはん食べに来て、怖いシーンでしたよねこれ。もうホラー映画だったもん、ここだけ。そうそうそう、まあ、これもうこの笑顔で来るんですよマッコールさんが。そうそう、であの奥さんとね、うん、娘バーで出て、でペドロ・パスカルのチーム、はい、悪のチームと対峙して、はい、お前らマジで殺すから、俺このセリフ好きなんだけど、はい、お前ら絶対殺すからな、一回しか殺せないのが惜しいわ本当に。まあでもね、切れてもおかしくないことされるけど、ロバート・マッコールがね、うん、そのしかもそのお前一回しか殺せないの惜しいわっつって、じゃあなって言うんだけど、うん、その奥さんと娘が車でねどっか行こうっつって、はいはい、駅とかね、で奥さんに駅まで送ってよって言って、はいはいはい、で娘をこう抱えて、あ、そうだそうだ、笑顔でそのペドロ・パスカルたちにニコって笑うんで、もう怖すぎるよね。いやなんかちょっとサイコパスの毛が入ってると思う、うん、マッコールさん。でも大事だから、うん、確かに、お前殺せよ、でもちょっと最後か家族にね挨拶しとく、確かに確かに、そうそうそう、これ殺し屋映画では鉄則にしてほしいな、鉄則、うん、そうね、挨拶ちゃんと挨拶回りをして、そう名台詞だよ、一度しか殺せないのが惜しい。いやこれちょっと見直そう、もう一回、うんうん、これいいんだよね。そうなんかその対比だよね、そのさ、うん、こういうアットホームなさ、かわいい子供のおもちゃとか散らばってる部屋で、うん、もうお前殺すからなっていうのは、そういうね、なんか明暗というか、うん、高低差がね面白いですよね、うん、そうで、まあこの絵、まあ、イコライザー2も俺好きなんだけど、うん、これね、ペドロ・パスカル、さっきのさ、うん、ストレンジャーシングスのホッパー役もそうだけど、うん、ペドロ・パスカルってのは絶妙でさ、確かにもう悪なんだけど、うん、なんかね、このイコライザーってバランスがおかしいのは、やっぱ最強の悪って出てこないっていうか、あ、まあ確かにね、マッコールが強すぎて、うん、あの他の悪がチビ役に見えるんだよね。あ、確かに確かに、でもすげえビビってんの、あ、やばい、他のやつも十分強いんだけど、もう半泣きなの。マッコーさんが異常な異次元の強さなんですよね。ただその雑魚悪なりにちょっとずるい戦い方、不利なとこにおびき寄せたりとかするっていうので、あのね、2 の, あのすげえ高いところの戦闘みたいなね、ドロパスカルずっと狙ってるみたいな、シャッ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 って
登ったらもうすぐ死んじゃいましたもんね。大して持たなかったな、あいつら。いやー、あれは名シーンだった、ね、シーズン2のさ、そのクライマックスもさ、うん、そのそこにあるもので戦うじゃん、なんか小麦粉と戦力使うとかさ、あの悩みたいなところでね、うん、あのほら串刺しが森みたいなやつで倒すとかさ、はいはいはい、結構そのそこにあるもの、あとさ、その嵐ね、はいはい、物語中嵐が来ますよっていう、それが心理的にも怒りと嵐をリンクさせてんだけど、その最後の嵐がこんな舞台を用意してくれたのかみたいな、すごいっすよね。なんかずっと天気悪いんだよね、この日が。どんよりしてますもんね、絵も暗いし、結構どんより、そう、うん、足元悪い中家族に挨拶してちょっと雨降ってきたから木まで送ってよみたいなお前絶対一回殺すからね、一回じゃ教えるぐらいのっていう感じのね。いや、マッコロさん笑顔が怖いんだよな、本当に。まあ、このイコライザーシリーズはね、このロバート・マッコロのキャラクター造形からしても名作、傑作、かなり面白い。もう本当ずっとやってほしい、ずっと見たい、イコライザーシリーズは、ね、10とかね、20とかね、絶対してほしいね。いやー、これなんか前もさ話したけどさ、はい、ロバート・マッコール世界ツアーやってほしい、ね、いやー、やってほしい、絶対面白い。ロサンゼルスかな、はい、舞台はだけど、なんか東京とか来てほしい、ね、あー、なんか渋谷とかでさ、ヤクザとかと戦ってほしい、ハングレとかとさ、はい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 、なんかちょっとね、調子乗ってる歌舞伎町のやつとかにさ、はい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 、なんか絶対面白い、キャッチとかバーンって、絶対面白いね、絶対面白い。いや、確かに世界ツアーやってほしいですね。コロナ明けたらね、ツアーやってほしい。ロバート・マッコール世界ツアー。悪人は全員殺す。なんかウィークリーマンション用意してさ、どうぞここ住んでください。もうピカピカなんで、綺麗ですっていう。いやー、これちょっとね、ぜひその暁にはね、そう、ちょっとやってほしいな。ということで、ルール7個紹介しましたけど、はい、どうでした？すごい興味深かったですね。まあ、好きだしね、俺ら2人ね、うん、確かに。まあ、特にいいルールとしてはどうですか？僕はやっぱり指を折るやつを選ばせてくれるのが、そうね、ここでちょっと優しさを感じる。あとさ、真の強さだよね、そのさ、うん、悪の度合いによって結構懲らしめ方変えちゃうみたいなさ、まあ、お前はマジで命は取らないよ、そう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 、でも殺せずは一回じゃ問題ないよっていうぐらいな、その確かに確かに、なんかね、うん、悪に対しての全員殺すんじゃなくて、そのね、尺度がね、全員違う、そうそう、それって強さじゃん、うん、確かに本当に弱かったら全員殺すじゃん、うん、それはね、価値基準がね、マッコールさんの中にね、明確なものがね、あるんでしょうね、多分。そうなんですよ。高木さん何が好きですか？いや、もう俺最後の家族に挨拶最高だよね、本当にまあね、これはね、自覚者なのかどうなのか分からないけどやっぱ狂ってるよ、マッコールさん怖いよ。そうなんです。っていうことで、裏社会セブンルールでした、はい、これもね、シリーズ化したいです。確かに。次はね、ウルフ・オブ・ウォール・ストリートのジョーダン・ベルフォルとかどうだろう。いいじゃないですか、これね。そうそうそう、これ、ね、そうそうそう、やりましょうよ。まあ、あとどうだろうな、グッド・フェローズのジョー・ペシとかね、はいはい、ああ、いいっすね、そう、いろいろルールありそう。裏社会のちょっとキャラ濃いやつのセブンルールをちょっと紹介していきたいと思いますので、うんうん、ちょっとこの人のセブンルールをぜひぜひとかね、確かにね、あとイコライザーここが好きとかね、はい、聞きたい、コメントでぜひ教えていただきたいと思います、はい、はい。では、面白いと思ったら、いいね、コメント、チャンネル登録、よろしくお願いします。では、シネマファーストクラブでした。バイバイ。バイバイ。